メルセデス・ベンツ・エル319は1955年から1967年にかけてダイムラー・ベンツで製造された小型の商用車である。当時の標準的なライト版よりは大型で通常の小型トラックよりは小型のこの車はダイムラー・ベンツ車としてはこのクラスで最初の車であった。ボディ形式はバンとト,トラックがあり特装車と マイクロバスも選ぶことができた。1955年の時点で、ダイムラー・ベンツ社は、乗用車市場において、確固たる地位を築いており、商用車市場でも、従来型トラックの幅広い製品を取り揃えていた。当時の同社の最小モデルは1945年以来の L3500 シリーズであった。ダイムラー・ベンツ社はそれ以前に、 小型の L1500 や3トン積みの L3000 といったトラックを自社の製品に用していたが第二次世界大戦中に政府から合理化のために競合他社のオペルブリッツを L701 として生産させられていた。しかし1950年代初めのフォルクスワーゲンのパネル版の成功とオペルブリッツのモデルチェンジがダイムラーベンツ社にこのカテゴリーの重要さを無視できない。 ものとした。1955年9月のフランクフルトモーターショーで初披露されたこのバンは車両総重量3.6トンと最大積載量はモデルにより1.6か1.8トンであった。ボディ形状はパネルバン、高床の小型トラック、低床の小型トラックと様々な特装車と作りの良いミニバスといったものを幅広く揃えていた。 自動車博物館では特に消防車タイプが現存する L319 として見かけられる機会が多い。メルセデスはフォルクスワーゲン車のリアエンジン配置の後追いをしなかったがオペルブリッツや当時のメルセデスの大型トラックと特徴であった突き出したボンネットを持たない近代的なキャブオーバー配置を採用していた。運転手は 車両の前方に座ることで良好な視界を得ることが可能で、積載空間を最大に確保すると同時に、車自体にすぐには球体化しない外観を与えていた。車両前方に搭載されたままのエンジンは、車室内で運転手と同居することとなり、運転席と助手席の間の空間を占有した。ボディの設計者は、 後輪とつながるプロペラシャフトのことも考慮に入れねばならなかった。板バネと固定車軸は単純さが長所であり自社製の乗用車用エンジンを流用することで開発費用も抑えることができた。オリジナルの L319 はメルセデスベンツ 180DE と出力 43HP のエンジンを共用していた。その後に多少出力が向上したディーゼルエンジンが ガソリンエンジンと共に提供された。当初このバンの生産は、ダイムラーベンツの本社があるウンターテュルクハイムからさほど遠くないジンベルフィンゲン工場で始まった。1958年に、ダイムラーベンツ社は、アウトユニオン社を買収し、その資産の中には1945年に、ソビエト占領地域になったことで、本拠地のつびっかう工場を失った。 アウトウニオンがその後に自社製品を生産していたデュッセルドルフ工場があった。ダイムラー・ベンツ社はアウトウニオン社の生産を次第にインゴールスタットの新工場に移しデュッセルドルフ工場をメルセデス・ベンツの商用車工場に転換していった。L319 の生産は1961年にデュッセルドルフ工場へと移転された。またこの番は スペインのビトリアガステースにある工場でも生産された。1963年に L319 の社名は捨てられ、L405 と L407 と解消された。また、L406 と L408 の名称も用いられたが、これは、ダイムラーベンツ社の商用社群への大掛かりな、命名方式の変更の一環に則っ,った措置であった。当初このモデル名は、 重量と出力を表していた。1968年モデルから L319 はメルセデス・ベンツ T2 に代替された。この時点までに12万台から14万台が生産された。ありがとうございます。